いどうもこんにちは、翔平 TV です。本日は、まあ、ピッチャーなら、皆さんやったことあると思うんですけど、シャドーピッチングというのをやっていこうと思います。それでは行きましょう。はい、シャドーピッチングをするときの意識するポイントは、この股関節にまずは力をためて、ここにためた後にここから、こっちに移動するときに、お尻をこちらに向けます。こういう感じ、分かるかな。足を上げてここから、お尻をこっち向けるんで、左足も、こっち側向けます。なのでここから自分はこのようにして、お尻からこういう状態、そこから足をついて曲げるという感じ。お尻を向けるのが苦手な方、こうやるけどちょっとこうね開いちゃう方は、できれば最初からちょっとこう左足をね、ショート方向に向けときます。こうやって、これが普通ね、これが普通だとして少しこう向けます。で、足上げるときはもうそのままこっちに向けます。こっち、こっちに、こっちに向けることで自然ともうこのこっからこの形をもう一発でこういうふうにね、まずこう持つじゃないですか。ここからこういうふうにもうこうやってこうやってこうやってやる必要ないです。ここから内側に持ってって、そこからお尻を向けます。そのままもう簡単にこうやってお尻をこうやって、足をこっちにダラーンダラーンって持っていけば、力はねそのままここに溜まったままね、溜まったまま、投球時に出すことができます。ちょっと分かりましたかね。普通の人は多分こうなんですよ、こういーって。そしたら完全にこのせっかく溜めた力はねこっちに逃げちゃった。膝が開くことによって、割れることによって力は逃げちゃった。体はこっちに開いちゃった。それを防ぐために、まあいい球を投げるために、基本的には、足はね内側に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 、膝が割れないようにするために、つま先を内側、そのまま自分はこうやってこうするけど、苦手な方は本当にもうつま先をショート方向に向けて、そのまますると自然とこのままこのままこうやって移動するんで、自然にここからもうこうなる人はいないと思います。ここからこうやってずーっといくんで、自然とまっすぐつま先出せると思います、はい。どうしても開いちゃう方ね、膝がこうやって割れちゃう方、膝が割れちゃう方はできれば最後に壁を作って、壁を作って投げるために、こっちの足をねまずは内側に向ける、もしくはちょっとこう前目にして、お尻からこうやって降りるようにしてみてください。
まあこんな感じですね。そういう感じで、ピッチングをすることによって、まあいいボールがいきますよ。確実に確実に今、体が開いて悩んで、監督さんや、コーチに、指摘をされてどうしたらいいか分かんない人、球がもっと速くなりたい方はちょっと、そこをね意識してもらってやってみてください。ぜひとも、はい、きっといいボールがいきます。はい、ぜひともそれを実践してみてください。お願いします。はい、これをしたことによって自分は、ピッチングがねうまくいってね、あのいいボールも投げれるようになって、打者もどん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 抑えられるようになって、いい結果出ましたんで、はい、それを今日は伝えようと思って、ということで、本日は、シャドーピッチングで意識をすること、球が速くなるコツみたいなものをね今日はねあのご紹介させていただきました。この動画いいなとためになるなと思った人は、グッドボタンお願いします。あとはチャンネル登録、Twitter のフォロー、インスタのフォロー、DM 質問などねありましたら連絡してきてもらって構いませんので、あとは、まあ、生配信をねほぼ毎日、やるようにしてます。皆さんと直接交流をしていろんな質問などね、答えていこうと思ってやってますんで、気軽に来ていただいて、いろいろお話をしましょう。ぜひともお願いします。はい、では以上です。お疲れ様でした。